日本人21年ぶりの快挙、カンヌ映画祭最高賞受賞。都会の片隅で暮らす5人の家族、彼らの家業は犯罪でした。どうしたの？コロッケ食べる？戻るって言うと思ったけどね。選ばれたのかな、私たち。盗んだのは絆でした。万引き家族。内緒だぞ。俺たちは家族だ。